なぜ浜田議員は NHK 党なんかにいるのですかと言われますが、私は NHK 党だから活躍をできるというお話をさせてもらおうと思います。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田しでございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま令和4年の12月14日水曜日、えー、午前の1時になったところでございます。はい、えー、まず冒頭ですね、えー、NHK の受信料問題はすでに解決をしております。NHK 党のですね、コールセンター、 にお電話いただければですね、皆様の不払い、受信料不払いのお手伝いをさせていただいております。もし仮にですね、NHK から裁判を訴えられてもですね、NHK 党が裁判のサポートをしておりますということで、よろしくお願いいたします。 え、コールセンターの番号は東京0336960750、東京0336960750でございます。よろしくお願いいたします。NHK の受信料問題は解決済みでございます。え、もう一つはですね、はい、え、今週の、えー、と、はい、失礼、あの、えー、今ですね、八千代市、 千葉県の八千代市におきまして、八千代市議会議員選挙が行われておりまして、NHK 党から宮内都市が立候補しております。八千代市にお住まいの皆様はですね、ぜひ八千代市議会議員選挙においては、宮内都市へのご投票をよろしくお願いいたします。はい。で、本題に入っていきます。はい。まあ、以前からですねた、たびたび言われてきていることでございます。 がえー、なぜ私がですね、まあ、NHK 党にいるのか、NHK 党なんかにいるのかみたいな、ね、言い方をされることがありますが、まあ、それについてのお話をさせてもらいます。まあ、端的に言ってしまうとですね、まあ、NHK 党が自由だからですね、えー、その自由があるがゆえに、えー、自由に発信ができるということで、まあ、国会で、えーまあのびのびとです、ねまあ、私が活躍できるというところで、えー、あります。はいまあ、それがね、まあ、全てと言っても過言ではないわけなんですけれど、 まあ、あ,のたあの、一応ね、あの、 二つお話をさせてもらおうと思います。一点はですね、やっぱり何らかの巡り,巡り合わせみたいなものがあってですね、えー、私がまあ国会で、えー、まあ議席をもらうことになりましたが、まあ、これはもう NHK 党がなかったら絶対ありえなかった話ですね。規、え、制、ー、政党はですね、いろいろとね、まあ、縛りもありまして、まあ、あの党員として活動してありですね、党員を確保したりとか、まあ、そういう数々のですね、まあ、いわゆる雑巾がけみたいなことをですね、まあ、した上 で、えー、まあ、大量の、ね、お金も必要だなんと,、えー、とかして公認を取ってですね、えー、それでなんとか選挙に通ると、そういうプロセスを踏まなきゃいけなかったんでしょうけれど、私の場合はですね、もう本当に幸運のまの巡り合わせみたいなところもあってですね、えー、まあ,あの3年前のね参議院選挙でのね、あの 全国比例の候補に入れていただいてですね、そして、えー、繰り上げ当選があったということでございます。まあまあ、そう,そういうこともね、あ,ありまして。 ま、とりあえずね、ま、NHK 党じゃなければ、あの、そもそも国会議員にはなれなかったというのが、もう、まず大前提として、ま、ありますが、それ、プラスですね、ま、国会に議席を置いてからもですね、私が、ま、びのびとですね、ま、活動できるのは、もう NHK 党には、基本的には縛りがありません。ま、当然ね、NHK の受信料問題に取り込むというのは、ま、当然ですけれど、ま、ある意味それ以外はですね、もう、ほぼ自由ということでございます。ということで、ま、 自由があるからこそがゆえにですね、まあ、あの私がまあ国会でまあ自由に、えー、質問をできるということで、まあ、基本的にはね、私は国民の自由がもっとあるべきだと考えておりますので、まあ、財産権の自由ということでですね、まあ、財産権をね、もうちょっとしっもうあの尊重しようということで、まあ、減税を しっかりとね、取り組もうというですね、あの、まあ、活動をしておりますし、まあ、あとですね、まあ、あの、日本政府が、まあ、様々課しているですね、規制ですね、こちらの方もですね、まあ、あの、緩和をしっかりしていかないといけないと、自由に、まあ、経済活動をできるようにし、しないといけないなと考えて、まあ、そういう旨で、えー、国会でのね、活動をしております。まあ、当然ね、これは NHK の受信料を支払わない自由と、 というのも、まあ、あろうかと思います。根底にはね、そういうところがありますし、まあ、立花党首が、基本的にはもう自由をですね、大事にしているというのも、まあ、あったりしますということで、えー、まあ、NHK 党だからこそですね、私が国会で自由に、えー、まあ、質問をね、考えて自由に発言ができる、質問ができるというのがあります。まあ、これね、あの、他の政党だと相当、 制限かかると思います。あの、まあ、そもそもですね、あの、規制というか、まあ、他人のですね、自由を害することをですね、あまり深刻に思わない方々の集まりだと思うんですよね。まあ、ま、それが、まあ、いいことか悪いことかっていうのはね、別にしてですね、あの、やっぱり、ま、組織の中で、えー、活動するということもあってですね、まあ、いい意味でも悪い意味でもですね、まあ組、組織も、他の政党はね、あの、大きな組織なんですよね。で、まあ、組織がゆ、組織ゆえぬ、 まあ、ルールみたいなのも、まあ、多々あるだろうと思います。えー、私みたいにですね、えー、まあ、国会で、あの、数々のね、質問については、まあ、おそらくですね、それなりの割合で、あの、制限されたと思います。まあ、自民党だとね、あの、基本的には減税に関することについてはですね、うん、多分5ごハじゃないかな。自民党とかね、公明党だと。はい。ええー、まあ、そんなところでですね、まあ、とにかく、まあ、 政党にもね、よるとは思いますけれど、とりあえず、うん、まず根底にある、私の活動の根底にあるというのはね、あの自由を尊重しているということでありますので、まあ私がね、あの国会で活動できるのは、まあ、NHK 党だからこそということでございます。あの他の政党、自民党ならとかね、国民民主党ならとか言われますけれど、うん、多分ね、あの、 <laughs> まあまあそど、自分自身がね、あのどういう場面でまあ活動するかっていうことについては、まあ、あの5年先、10年先っていうのは正直わからないところはありますけれど、あまあ少なくともね、現時点でその、まあ、まあ仮に、ね、移籍するとしてもですね、あのまあ、とにかく自由が制限されてもほとんど、ね、活動できないんじゃないかなというのはあると思いますので、まあ、とりあえずあの、そんなところで、 NHK 党の自由な雰囲気があるかゆえのですね、活動であるということをですね、まあ、お伝えをさせてもらおうと思います。はい。えー、ということでですね、たびたびいただくですね、ご指摘について、私はこういうふうに考えておりますよということで、えーまあ、回答をさせていただきました。まあ、別に誰がというわけではないんですけれど、おまあ、本日もね、あのー ツイッターの方ではそういう指摘がありましたので、まあ、たびたびあることですので、えー、まあ、改めてですね、こういう機会にお伝えをさせてもらおうと思います。というわけで、えー、今回の動画は以上になります、えー。自宅で、自宅のあるですね、はい、岡山県倉敷市からあ動画の方を作っております。えー、倉敷市の自宅において、えー、動画を作っておりますということでございます。 明日の朝ですね、東京の方には戻ろうと思います。というわけで、以上になります。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。